ホビットせ決戦の行方 ファンタジー小説の古典、指輪物語の映画化であるロード・オブ・ザ・リング三部作、その前日談を描くホビット三部作の最終章。主演はイアン・マッケラン、マーティン・フリーマン、オーランド・ブルームら、監督は2001年のロー,ロード・オブ・ザ・リング一作目以来、一貫してメガホンを撮り続けているピーター・ジャクソンということでございます。私もですね、えっ、ー、と、あの、ハイフレームレートというですね、あの、通常のあのコマ数24に対して48コマで、ってね、あの、ホビットのこの三、えー、部作は、これの形でも公開されている。非常に動きがスムースであるということなんだけど、絵がちょっと 若干癖がある後ほどちょっとね、えーえー、ハイフレームレートの 3D 字幕とちょっと時間がなくてもう一個はボルト9で、えー、2D の字幕を見てまいりました。えーはいえー、ということで、まあ、ホビット、寒さ、完結戦。 にして、ロード・オブ・ザ・リング、えー、含めた、いわゆるその、ピーター・ジャクソン監督による、えー、ミドル・ワース、中津国シリーズ、えー、完結編でもあるということでございますね。えー、一作目、思いがけない冒険、えー、を2013年1月、えー、に、この番組では取り扱っております。1月12日、えー。続く、えっ、ー、と、竜に奪われた王国というのは、ちょっとガチャが当たらなかったんですが、ということでございます。えー、で、ビギナーのために、もうね、2年近く経ってますから、ビギナーのために、えっ、ー、と、ざっとおさらいしておきますね、これね、中津国シリーズ。えー、ジョン・ロナルド・レロウェル、 トールキン、えー、ね、ジョン・ R ・ R ・トールキンのかな。えー、トールキンでね、とりあえず略しますけど、まあ、あの、イギリスの作家さんでございます。えー、この方が緻密に、非常に緻密に作り上げた、その物語世界、ね、その、えー、ミドルワースと中津国というのを舞台にした物語世界が、神話的な物語世界が、えー、まあ、チリであるとか、 あと、それぞれの,その種族が話す言語であるとかですね、まあ、それぞれの種族のまあ歴史であるとかが、細かく、本細かく、細かく、どこまでも細かく設定されて、まるで本当にあったことのように感じられてくる、こう読んでると。えー、この全体の設定自体が、その古い古い古い文献をトールキンが翻訳したという体だったりするわけですね。ということで、そういう、もともとトールキンがそういう意図した通りですね、世界中の読者の間で、主に60年代以降、世界中の読者の間で神話化していった、本当にある神話であるように。で オタク的な細部の掘り下げ、えー、がずっと延々と読み継がれ、えー、掘り下げ続けられるという、まあ、テクストになったということですね、えー、で、まあ、今回の原作である「ホビットの冒険」これはまああの小説としては1933年で、まあ、トールキンの著作の一番初めの方に出てるわけですけど、あのー、それ自体はもともとは完全に子供向けなわけですねもう,もう一読せればわかる、えー、言葉遊び的なギャグとか、まあ、歌がいっぱい入ってたりして絶対、まあ、に本を沸かした雰囲気なんだけど えー、さっき言った通りですね、えー、このホビットの冒険も、えー、主人公のビルボバーギンズ自身が書いた。 いわゆる赤拍子本というのがございまして、これあの映画の中にも映りますけどね、赤拍子本。えー、これの最初の数章が、えー、定本、要するに元の本になって、えー、トルキンが翻訳したという定のね、という設定の童話なわけです。ということなので、要するに事実としてあったことを、えー、なんとか主人公の視点でこう書いているというあれなので、えー、例えばですね、後に書かれた、まあ、物語としてはホビットの続きとなるその指輪物語、えー、それにですね、追放編というのがさつ,ついておりまして、これが今回の非常に、ね、大事なあの、今回の映画館にあたって非常に 非常に大事なな、えー、一,一冊なんですけど私、これね、前回の、えー「ホビット一作目表をやった時にきに、古成作家、古川講義ですね、えー、貸した仮パックされたままですね、な <laughs> くなっていて、今回ですね、イナス一番追放編が必要なのにねえな、どこ行ったんだろうな、買い直しました。えぇ、俺んちにある、あるってね、今、迎えでやってますけど、えーまあ、その追放編、これどういうのかというと、まあ、言っちゃえば物語世界をさらに深く味わうための、まあ、追加設定集みたいなもんですよ、はい。えー、みたいなものとかですねあるいは トールキンの、えー、以降亡くなって以降にですねその息子がまとめた「ですね終わらざりしい物語」とかその辺りにいろんなディティールが書いてあって要は「ホビットの冒険」で語られた出来事を別の視点から語り直してあるいは例えばその魔法を使いのガンダルフ、えー、ガンダルフはもう全体をもう見通してますからよりこう広い視点で語ってるね、えー、あれであったりとかで、ねまあ、要は保管して。 え、要は、トールキン自身が後から、えー、その、ホビットのその話を、指輪物語を中心としてよりシリアスな大人向けの世界観の一部として語り直そうとしてたりもする、えー、というのがございます。ちなみに、あの、日本で出てる本はその、ホビット、 とと、えっと、指輪物語と、あとその終わらざるし物語と、あとシルマリルの物語。これもさらにもっと昔の太古のね、えー、その、この世界のさらに話しか出てないんだけど、もう一つあの、中津国の歴史全12巻っていう、あの、息子が書いた本がこれ日本語でまだ出てないんですよ。でこれ読んだりするとさらに今回のその映画のいろんなディテールがまた、ちょっとね、実は埋まったりするんじゃねえかな。これごめんなさい。僕ちょっと不勉強にもこう全12巻を原文で読む勇気はございませんでした。申し訳ございません。えー、でですね、 まあとにかくそのトルキン自身があのー。 ホビットの子供向けなんだけど、えー、それを要するにた語世界の中でもう一回組み込もうとする試みを何度もしてたりするので、えー、今回のホビット3部作。まあ、もともとはギレル、えー、ギレルモ・デルトロガ監督、かなり相当なところまで監督でもう企画相当もう撮影寸前まで進めてたのに、えー、っと、ちょっと映画会社の問題でずっとこう、えー、保留になってて、で、まあ、ついに交番するに至って。もう、で、結構やむなくピーター・ジャクソンが、じゃあ俺がやるよって感じでやったっていう感じなんですけど、えー、で、そのピーター・ジャクソンが撮ったアプローチ。 えー、すなわち、ね、瀬戸さんの原作小説、「ホビットの冒険」まあ、児童文学、善とした本を書かしたトーンに忠実な映画化ではなく、もちろんあの一部にその名残は残ってるんだけどね、本を書したところは残ってるんだけど、指輪物語よりは、なんだけど、映画としてはですね、まあ、これに先立つ、えー「ロード・オブ・ザ・リング」3部作、まあ、革新的、歴史的シリーズですよね、もう今やね、えー、もう一種のポップアイコンというすでに確固たる存在となって、これ自体がもうクラシックであるような、「ロード・オブ・ザ・リング」3部作と、完全に地続きの。 アプローチ作りにすることで、えー、要はその映画版の、えー、中津国シリーズとして、えー、物語世界全体を要するにその「ホビット」という話だけじゃなくて「指輪物語」「ロード・バザリング」も遡って、えー、立体的に浮かび上がるようなそういう、まあ、作り方をしているそういう方向性でこれは、まあ、さっきから言ってるようにむしろ原作者トールキンが元々意図してたものにむしろ近いとも言えるともちろんその「ホビット」っていうのを映画化するときは他のやり方っていうのもありますよ「ロード・バザリングね」ねだってやるんだってラルフ・バクシマンだってあるわけですからねあるけどまあ一つのやり方としてこれは P ・ジャクがやるならこれは コールシカのやり方しかないいだろうというと、まあ、これはあの1作目の表でも言ったあたりでございます。ということで、ぶっちゃけこの「ホビット」に関してはですね、「ホビット」というか「ロード・オブ・ザ・リング」含めてですね、単体の1本の映画として完成度がどうこうというよりは、もちろんそれも大事な問題ですよ、程度問題というかね、それも大事な問題だけど、1本としての完成度をどうこうするよりは、むしろ描かれるそのエピソードとかディテールがですね、ぶっちゃけ、ぶっちゃけこのシリーズのファンであれば、 多多ければいいいほどいい <laughs> 別にバランスとかそういう問題じゃねえっていう、うんあのー、それうそ、わらざりし物語みたいなもうその小説としての手を成してなくても、でももっと断片が多い方がいい、カモン、カモンっていう、<laughs> えー、そういう感じであると。 えー、例えばですね、それこそ、えー、ロード・ザ、えー・リングの3部作以降の P ジャック映画、いつもそうなんですけど、後から DVD とかブルーレイソフトで出たときに、後から、普通のバージョン出した後に、後からエクステンデッドバージョンになるものを出してきやがるんですよ <laughs> で、えー。で、元々ね、そのロード・ザ・リングとか、まあ、ホビット全体が、元々映画としてはちょっと異常に長い作品なわけですよね。んだから、元々そのディテール積み込み型なんだけど、それがまあ、さらに伸びてる。なんだけど、 要するに映画としてはそんなに伸ばす必要あるのかって話なんだけど、それでもやっぱりエピソードやディテールがさっきから言ったように多ければ多いほどやっぱり嬉しいし、話の厚みも出るし、あ、だからこのキャラクターがこれでここでこんなことしてたんだみたいなのがどん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 分かって、お話的きてるな、お話納得度なも高まるという、こう事実がやっぱあると。で、例えば前作、えー、この一個前ね、竜に奪われた王国、えー、間の話ですよね。えー、今回もクライマックスで登場するあの、ビオルンっていうおっさん、まあ、あの、熊に変身する、変身する強いおっさんいるんですけど、えー、のエピソード。 この竜に奪われた王国、僕、劇場版で最初見たときはですね、今年のね、えー、冬、あの初めの方かな、春か、2月か、えー、見たときは、えビオルンの出番これだけみたいな。 感じがしたんですよねえー、みたいなの、えー。と思って、したらこエクステントバージョン出てみたら、なんのことはない。ちゃんと原作に近い、えー、コミカルなの不思議な宿りっていうエピソードがあって、のドワーフが後から後からこう出てくるっていうね、まあ、面白い、すごい笑っちゃうエピソードなんだけど、それがちゃんと入ってて、であとビオルンがこう例えばこう,、えー、こういうことを考えちょっと、あのー、危ないぞみたいなこと言ったりする、えーえー、ビオルンのキャラクターもプラスになって、ああ、これなら納得みたいなこと。やっぱあるわけですよね。 で、こういうふうにですね、要はその、えー、ディテールがこう、多いからこそ描けるものみたいなね。要するに、普通の映画の尺からするとちょっとどうなんだ。バランスからするとどうなんだ。でも、えー、ディテールが多い方が楽しいみたいなのは、どっちかっていうと、あえて言えば、それこそゲーム、まあ、これもファンタジーですけど、ゲームオブスローンとか、ああいう、今時の、えー、ほとんど映画なビッグバジェットテレビシリーズに近い楽しみ方をするようなもの、 に近いんじゃないいいいかななう,うに思いますねはいえー、なおかつ、のの今回のホビット3部作、さっき言ったように、ハイフレームレートで見ると、確かに動きとか滑らかだし、画面も超クリアなんだけど、それだけにちょっと、ちょっとテレビ的なっていうか、ちょっとデジタルな感触するんですよね、ハイフレームレートって。だからより、あ、なんかちょっとテレビシリーズ的なもん感じするな、みたいな。これ、けなしてるんじゃないです。今時のテレビシリーズは、もはやもう映画が到達できない領域も、えー、行ってたりするので、あそういう楽しみ方するもんだなっていうふうに、むしろ割り切った方がいいようなところがあると思う。ちなみに スターウォーズもどんどんそういうものになっていったし、なってもうこれからさらになっていくでしょうねっていうのは、まあえー、思うあたりなんですけど。えー、なので、えー、今回のホビット、もともとまあ2部作で撮るはずだったんですね。えー、の予定がまあ3部作になったという。えー、というのはファンとしては基本的には嬉しい話です。要するに水増しはどんどんしてくださいっていう。えー、というか正確にはですね、今回の,その3部作って言ってるけど、どっちかというと、 前編要するにえっと思いがけない冒険が前編で後編がえっと2つに分かれるってそういうイメージだと思った方がむしろいいと思う竜に生まれた王国と今回の決戦の行方は2つで1つっていう感じだと思った方がいいと思いますえ今振り返るとその1作目「思いがけない冒険」はさっきいろいろ言ったけどやっぱり原作小説のその児童文学感みたいなのはやっぱ色濃く残してた方だなと特にエクステンド・ブ・ザ・バージョンだと「ゴブリンの歌」とかがすごく長かった 歌ったり歌がすごくあったりとかあのよりやっぱそっちのテイストがあったりしてで一方その後編側この2つね、えー、竜と、えー、今回の決戦は映画オリジナルの膨らませ要素がより多くなっているということだと思います、はいえー、で何しろですねその前作に当たるその竜に呼ばれた王国、えー、そのさっきは劇場見た時はって言いましたけどえー、ここで終わんのっていうね あの、三部作の間の二作目っていうのは、その宙づり感がね、ある意味そのいいダークな味になってよかったりしますよ。例えば帝国の逆襲な、なんでもいいですよ。そういうダークさがいいとはいえね、例えば帝国の逆襲とかにしたって、一応、そのある危機を脱して、一旦落ち着きま、要するに、ある一見は、バックトゥ・ザ・フューチャー2でもいいですよ。その映画の中で提示されたその何かは、一応その映画の内部では完結して、でも後に続く要素がありますよっていう、あれなんだけど、このデューに呼ばれた王国は、 その劇中で提示された葛藤は全く解決されないまま宙づりなままこんだけ宙づりなまま終わるの珍しいよねって、いう俺、結構ね、舌打ちしてましたけどね、<laughs> ふざけんなよってって <laughs> うん、うん、だってあと、その街でバルドが倒すだけなんでしょって、だってさ、みたいな、えー、で一応念のためね、そのなのでか、あのー、念のため完全ビギナーみたいな方がね、こう歌丸がこうやって言ってるから、面白いんでしょなんつって、ホビット決戦の受け見に行っちゃおうかなー これ、他のは見てないけど <laughs>、えっとね、<laughs> それは無謀だと <laughs> え言っておきます。これ一本だけ見てもわけわかんないだけなので、絶対やめてください。えー、最低限やっぱりそのホビット全2作は見ておかないともいけないだろうし、もちろんさっきから言ったように、ええー、やっぱりロードザリングのね、前日探というか、その、そこと繋がって難保なところの要素が非常に多いので、もちろんロードローザリングも出て、ええー、見るべきだと思います。例えばその、この人がここでこういう選択をしたから、結果的に世界がこうなったんだ。ねこの間のホビットのね、一作目のね、あのー、ビルボが。 ね、あの、アンディ・サーキス演じる、えー、ゴラムを、まあ、結局ね、こう、情けをかける瞬間、そこでその、また、ホビットショーのテーマ、プルルルちょっと薄ら流れると、あ、だから、だその、物語の最後にどうなるかを知ってると、そうだよね、ここでこいつこれ、こ殺しちゃったりしてたら、もう最後どうにもなんないもんね。だから、 かとかですね。あと、こいつがこいつの子供かとかね、そういうのがわかるから。とかね、あと、今回だとさ、最後あの、レゴラスがさ、レゴラスがね、お前じゃあ、あのー、後のね、アラゴルンと呼ばれる、あの、アライン、アイン行けなんて。そうすると、ちょっとあの、旅の仲間たちのてててちょっと流れる。こういうハワード・ショアの音楽のその、各キャラ、各イメージ、ね、あのーえー、一つの指輪のテーマが流れるとか、そういうあたりもグッとくる作りになってるので、当然のことながらロードザリングもちゃんと見といた方がいい。ね。えー、つまり、一本三時間として、そのぐらいありますから、 一応ここまでに至るまで15時間は見てもらわないといけない。やっぱりテレビシリーズ並みのドリームであるという。まあ、俺は今週クソ忙しい中見たけどな。<laughs> 15時間な。えー、で、そのう GTA5 もやってるというね、えー、病気でございます。えー、今回の決戦の行方。最初にまず えー、まあ、さっき言ったようにですね、その、デューから、デューに呼ばれた王国からお預けになってる剣、要するにその最強のドラゴン、スマウグというね、非常に立ちが悪い、えー、ベネデト、ベネディクトカンバーバッチが、まあ、こうやってますから、ある意味、シャーロックコンビですよ、そのマーティーフリーマンとあれで言うとね。えー、スマウグを、まあ、その退治するというエピソード、えー、があるわけです。まあ、ここはもう、要するにもう、P 弱のね、あの、怪獣映画大好きがね、もう全開ですよね。あの、前作のその、デューに呼ばれた王国でも、あの、金にまめるとこ、ああキングギトラーっていうね、 えー、感じとかね、案じわったりしましたけど、まあ、怪獣映画として非常に素晴らしいシークエンスございました。えー、で、その後、まあ、その、今回の決戦の行方、現代、ザ・バトル・オブ・ザ・ファイブ・アーミーズまあ要するに、五軍の戦いと言われるね。えー、原作の中で五軍の戦いとして言われている、まあ、それがクライマックスになってんですけど、えー、元々その原作のそのホビットの冒険はですね、指輪物語に比べるともう、全然短い話なわけですよ。ものすごい短い話なので、えー、要は、原作から、要するに、ロードブル・リングは、 ね、あの、要するにいろんなエピソードを走んなきゃいけない。映画にするためにいろいろ走んなきゃいけない。特に序盤は、ああここ走ってる端ってる走ってる多くなるんですけど、これ逆で、ホビットは。えー、もともとすごいシンプルなプロットなところに、えー、一応トールキンの著述ベースにしたようなディテールであるとか、あるいは映画オリジナルの設定、キャラクター、アイデアを、えー、どんどん肉付けしていくという方向。なので、映画としてはむしろ、ちょっとこう、有利な立場というね、感じだと思うんですけどね。えー、はい。で、まあ、これも思いがけない冒険表の中で見ましたが。で、 ぶっちゃけその元のですね、その今回の、えー、タイトルになっている五軍の戦いのとこはすげえ短いんですよ。元の小説と描写。しかもあの、ビルボは大半気絶してるだけなんで <laughs>、あのー、基本気絶してるだけなんで, <laughs> で、勝手に終わってたりするんでね、今回もまあ気絶で、ね、あの、主人公が気絶したままクライマックスが15分間進むっていうね、えー、そういう作りになってますけど。なので前の表で例えばね、その間じゃあどうするかっていうと予想した通り、前の表で僕ね、きっと 3, 3作目あたりでこういうことやってくるよ。白の会議っていうね、要するにあのー、 ね、ガムダルフとか、えー、あの辺が集まってですね、えー、ドルグルドアっていうで、まあ、その滅びたその城の中にまあその、えー、いて、まあ、そこにその後に一番の悪役の,そのサウロンが実はこう、えー、なんか企んでるぞっていうところでそのドルグルドア攻めっていうのがあ,あるんですけど、えー、それを見せ場にするんじゃないかだと予想して、まあ、あの定、まあやってきたここはちなみにあのサルマン演じているクリストファー・リーがですね、えー、ドゥーク伯爵以来のです、ね、大立ち回りを見せるというね「スター・ウォーズ」のエピソード2ですよ、えー、とかですねあとケイト・ブランシェットねガラドリー という、ねえー、奥方、ガラドリエル、えーねあのー、ガンダルフがぽってなるという、ね、映画オリジナルの <laughs> なんか微妙な思、ね、いえ設定みたいなのがありますけど、あのー、ずっとガラドリエルは、ねあのー、みんなからリスペクトされてるけど、そしたら、ね、あの要はそれこそヨーダバリーです、ヨーダが本気出した瞬間じゃないですけど、うわ、超怖えっていう、<laughs> ガラドリエル最強っていうのを見せてくれて、まあ、ここはちゃんと見せ場になってたりとか。あとやっぱり基本は まあ、アクションの鶴瓶打ちです。今回もとにかくアクション、アクション、アクションという感じだと思います。えー、格闘アクション、それも。というのは、えー、まあ、前作から出てきた、えー、原作のホビットのボケには出てこないはずのレゴラス。ね。えー、これはロードオブザリングのキャラクターですけど、まあ、出てこないはずのレゴラス。えー、特に今回はもう完璧超人ですね。超人レゴラスとですね、えー、映画オリジナルのタウリエルという女戦士。えー、で、この女戦士と、あの、一作目の表の時に、 今回、ドワーフたちが主役だからって、ちょっとドワーフがね、ちょっといい男だよね、と。で、おまあ、その、トーリンとかがさ、えー、トーリンオーケーシーゾーがすごくいい男だぞと。あと、キーリってやつもこい、キーリも結構いい男だよねって言ったら、案の定そのキーリとそのタウリエルさんのラブストーリーが描く。まあ、果たしてそのドワーフ族とエルフの恋愛って成り立つのかは、ちょっと僕、正直、いくら原作になっても、ちょっとそこは、 えって思ったところではありますけども。はい。でですね。え、ま、それと並行して、ま、これは限りなくロード・ザ・リング的なテーマと言ってでしょう。え、その東リン王権シールド、その、え、ドアー付属のですね、ま、要するに、え、故郷を創出した、え、民族の、え、王様になるべき人が、要するに金を手に入れたことで堕落していく。ま、要はその、え、権力とか、え、そのなんかお金であるとか、そういうもので堕落していく。え、それに対して人間のもっと人間らしい生き方があるのではないかみたいなもう基本的にはこれはロード・ザ・リング、え、シリーズ、この、 通して、あの、一貫したテーマであるんですけどね。まあ、それのもう一回それを語っているというあたりでございます。で、さらにはですね、あの、もう、デューンか、もしくはトレマーズかっていうのね、巨大ミミズ、あれもちろん出てきませんよ。巨大ミミズはドーンって出てきて、 どこ行ったんですかね <laughs> ってか、あれなんだっていう <laughs>、巨大水が出てきたりとか、ええ、ま、より、あとあの、トロールっていうね、トロールっていうまあ巨人というかですね、あれが、あの、一作目でも出てきてました、思いがけない冒険でも出てきたけど、あれよりより人間に近い顔になったトロールたちが、あの、街中で戦う場面が縁あって、これぶっちゃけ、 もろに進撃の巨人チックな、えー、感じがするですね。えー、えー、とかね、見せ場がいろいろあって、要はですね、今回あんまり要するに、話としてのボリュームが広がらないから、あのー、舞台があんま動かないんですよ。基本的にあん、基本、なんか狭い場所でずっといろいろやってる話なんだけど、その分、とにかく、 盛り放題。持 <laughs> って持ってっていうね。えー、好き放題、盛り放題という。えー、このあたりがまあ今回の特徴だと思います。まあ、今回、例えばね、合戦のディテール、こう、わーって戦ってっていうのは、まあ、ロードズマリングとかありますけど、なんかそこで、例えば、あの、陣形をかっくんで戦う。こう、鎧でガッてこう固めてから上からボーンっていう、ういう合戦描写の、えー、面白さであるとか、もあるんですけど、特に今回特徴的なのはですね、クライマックス。1対1。 一気打ちの見せ場の語るスを持ってきてる。これによってロードドラリングとかでも差別化がちゃんとできてる。まあ、ロードドラリングで言うと、王の期間であの、ナズグルのがね、最後。 あの、あのぐらいのあのカタルシスがもっと広がってると思ってください。えー、まあ、まず、アゾグっていうね。アゾグっていうのは原作ではもう死んじゃってるはず。あの、鉄の足ダインっていうのがでも殺されちゃってる設定のアゾグをもう生きてることにして、要するに物語全体の今回三部作の推進力してますね。要するにアゾグが追っかけてくるから逃げなきゃいけないっていうの。で、このアゾグ対トーリン王剣シールド。まあ、要するに、ボス対ボスですよ。大ボス対決と。あと一方、その、えー、中ボス対決。えー、その息子、ボルグっていうので、ね、えー、レゴラスの対決。この、この二つのこう、一き打ち対決っていうのをクライマックスにで。しかもそれぞれが勝つところ ちゃんとこうあのカタルシスがある特にあの氷のところであの、ね、トーリンが一発こうやっつけるところ、あそこいいじゃないですか、うん、あのいいナイスアイデア、えー、ついにやっつけたというカタールシスがちゃんとある,あれになってるで、ここも含めてピーター・ジャクソンはです、ね、見せ場にいちいちです、ね、例えば格闘シーン一つ一つにしても、ちゃんとロジックがあるんですよ、これはこうやってこうなったから勝ったとか、これとこれがこう,でこうなったからこいつは。 死んだとかっていう風にあって、なるので、ただ派手なだけの見せ場じゃなくて、ちゃんと退屈にならないように、ロジックがちゃんとあるんで面白いと。えー、なおかつ、あの、彼の特徴である、まあ、ダイナミックにグワーッと動くカメラワーク。で、こう、円形でグワーッとカメラが動いて、その向こうをちっちゃい人物がパャチャパチャプチャって動いてる。この、いい意味での作り物感みたいな。あれとかも、ま、すごくいいんじゃないでしょうかね。はい。えー、ハイフレームレートで見ると、よりですね、その、なんか、なんかこう、癖のあるテレビっぽい画面なんだけど、慣れてくると、ハイフレームレートじゃないと物足りなくなってくるというのがね、えー、あったりすると思いますけど。 ただですね、ちょっと最後に苦言を私提出させていただきたいと思います。えー、これだけ尺を取った割に、なぜかちょっと物足りなさも残る。今回、まあ短めではあるんですけどね。あの、ロードブ、あの、このシリーズにしては144分しか、しかないんですけど。まずね、5軍の戦いが終わりました。 で、そのエルボールのそのね、中にある財宝をね、要するにそのドワーフたちが一人占めしやがってと。で、その、お前らのせいで竜が暴れて街めちゃくちゃになったんだから、賠償金を起こせってそのバルドっていう人間が言いますよね。で、それでもめかけたとこに多くが運よく来て、軍団が来たから、その、どさくさ、うやむやになっただけじゃないですか。で、 元の小説読んでればその後どうなったか。要するに街の人々と人間たちとドワーフがどう折り合ったかっていうのは説明あるよ、元の小説には。でも今回の映画にはその説明一切ないから。なのに、なんか多分当林の死を痛んでるのかなあの街の人が、ぼーかなんかやってんだけど、いやいやいや、あの剣どうな、あの剣が揉めてたんだろうみたいな。なんかその説明が一切ないから原作読んでないと多分あそこちんぷんかんぷんだと思いますし。 まあ、葬儀のシーン一つないですしね。なんかあっさりしたもんでしたね、みたいなね。もあるし。まあ、これ、あとですね、あの、エルフの王様、スランドウィルというですね、これ演じてるリーペイスさん、これあれです、あの、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのロナンです。えー、あの人がですね、あの、ちょっと、ちょっと前まですげえ嫌なやつだった人がね。まあ、後に改心していい人になるって映画ではよくあるけど、 この人がいい人になる。なんでまずそのね、いきなりいい人感になったのかが全く説明がない上に、時間的にはお前これ多分数時間前だぞと。<laughs> 数時間前に超感じ悪いこと言ってた同じ相手になんかいきなり涙目になって、ものすごい、それは本当の愛だなんつって。お前さっきと言ってること逆じゃねえか、この野郎っていうね。<laughs> あのー、なんかちょっとそういう、なんか描写が根本的に欠けてないみたいなところがね、なんか目立つんですよね。はい。えー、というあたりは僕はちょっと正直不満でございました。ただこのあたりは、まあ、ぶっちゃけ、あれでしょ例の、エクステンデッドバージョンでしょ <laughs>、えー、でですね、まあ、もともとロード・ルザ・リング、えー、指輪物語よりはこのホビットの冒険は、まあ、そもそも小さい話、ここはやっぱり全然いいわけですよ。えー、でもありますし、えー、と、やっぱりその、 トリン・オーケン・シールドが最後に放つ言葉、あるいは、えー、ガンダルフが最後に一言という言葉っていうので、このシリーズ、えー、この 6, 6作ある映画の、えー、全部のテーマが一気にこう集約されるので、やっぱりこうずっと見てきた、それこそ2001、ね、年から見てるわけですから、もう13年間見てきたファンは、それはドーッと、それはもう機械的に落類してしまいますわということで、だから僕はどっちかというと、こんだけ尺取ってるけども、やっぱまだ短い派ですね。うんえー、短いのが不満です。<laughs> えー、なんかまだ足りてねえだろうというふうに感じますねはいえーあと今回の「ホビット」三部作に関してはもうこれがあの一番の勝因だと思いますやっぱりマーティン・フリーマン力ですねこの人をビルボにキャスティングしたことがもう最大の勝利だと思いますえー、まあホビットらしさというかねホビット人らしさもそうですしそのビルボという人間特有これフロードとはまた違うビルボらしさえー、好人物というかですねやっぱね 好きにになならずにいらずいいれはっきり言って年取った後のイアンホルムがね、要するに指輪物語「ロードバリングで」でイアンホルムがビルボを演じていた時は僕このビルボっていう形はこんなに好きになるとは思わなかったですもん。うん、やっぱビルボ最高じゃないですかやっぱ特にやっぱあのあのさあの最初の思いがけない冒険であの思いとどまるくだりのあそこですかねもう俺はもう今回の全6部作通したあの場面が一番。 その手前の,あの謎なぞなぞ合戦も最高ですし、はいえー、ということでございます、僕は今回の「ホビット三3部作でも、あのやっぱり1作目の思いがけないが一番僕は好きです、今んところはね、ただそのエクステントバージョン出ないと分からないということで、はい、ということでございます、まあ、とにかくあのこの1作だけ撮ってどうこう言ってもちょっと話にならないので、ぜひちょっとですね、皆さん、6部作全部、えー、見てください、えーと、15時間足す3時間で18時間です。<laughs> えー まあ、あと、まあ、いろんな見方あると思いますけどね。後ほど、の、金潤さんね、いらっしゃいますんで、ね、きっと BL BL 士感もあるんでしょうね、これね。はい。えー、ということで、これ当然、あの、劇場で見ないと話になりませんのでね。はい。あのー、タブレットなんかで見ないでくださいよ。はい。えー、ぜひですね、劇場で。あのどうせみんなやっぱハイフレームレートがいいのかな。あの後でブルーレイとかだとまたちょっと違った質感になってたりしますので。劇場で見るのはハイフレームレート。えー、3D がおすすめでございます。ぜひ劇場でも来てください。